アンチロックブレーキシステムとは、急ブレーキあるいは低摩擦路でのブレーキ操作において、車輪のロックによる滑走発生を低減する装置である。自動車の場合、通常の走行中は、タイヤと路面は一定のスリップ率追加にはならず、ほぼ滑らない。タイヤの転がる方向が限定されているがゆえに、ステアリング操作によって、自動車の方向を制御することができる。 通常のブレーキ操作においては、ブレーキローター内しは、ブレーキドラムとブレーキパッド、ブレーキ周の間に摩擦力が生じ、さらに、タイヤと路面の間に摩擦力が生じることによって、車は止まる。しかしながら、急ブレーキをかけた場合や、路面が濡れていたり凍結しているような場合は、路面と、タイヤとの摩擦係数が十分に大きくなく、ブレーキによって生み出されるトルクが路面と、 タイヤによって生み出されるそれよりも大きくなることがある。この場合、タイヤは、ロックしてしまい、路面上をスリップすることになる。一旦タイヤがロックして滑り始めると、ステアリング操作が効かなくなり、制御不能となるばかりか、前走者への追突や横滑り、横転などの重大事故の危険にさらされることになる。また路面との接地面が集中して摩耗することになり、 タイヤの寿命が短くなったり異常摩耗による振動が起こりかねない。これを防ぐためにブレーキを一気に踏み込むのではなく、徐々に踏み込み、滑り始めたら少し緩めて、再び踏み込む動作を繰り返す運転技術がある。ABS はこれをコンピュータが行うシステム制御のことであるが、作動するのは摩擦係数の低い路面でそれなりの急ブレーキを踏んだ時であるため、 緊急時や競技以外の場面で積極的に使うのは推奨されない。ブレーキ中に車輪の回転が走行速度から推定される値より低くなった場合に ABS システムは車輪がロックして滑走していると判断し車輪のブレーキの液圧を下げ車輪が回転を再開すると再度液圧をかけてブレーキを効かせるという動作を自動で繰り返すことにより 車輪のロックを防ぎ、最大限の制動力を発揮する。これにより、強くブレーキをかけながら操舵が可能となるため、一般には、急ブレーキをかけながら、衝突回避のためのハンドル操作ができるシステムであると、簡潔に説明される。ほとんどの路面で、ABS 非装着車と比較して、制動距離が短くなる一方で、積雪路や、 砂利道等路面によっては、制動距離が長くなるという欠点もあるため、ABS を過信した運転は危険である。特に凍結路到底ミュージで、ABS が作動する場合、運転者の想像以上に制動距離が伸びる場合がある。蒸気のような動作機構のため、ABS 作動中は、ブレーキペダルに断続的な振動が伝わるが、ドライバーがこれに驚いて、 ブレーキペダルを緩めると制動力が得られないため、躊躇せずペダルを踏み込み続けながら、ハンドルを操作して、危険を回避する必要がある。なお、ブレーキバイワイヤーの機構を持つハイブリッドカーなどの一部では、ブレーキ動力は、単にゴムを圧縮するだけで、そのストローク量と、速度から制動力を電子回路が演算して、ブレーキ回路を駆動するため、 ABS の断続的な作動の反力が、ペダルに感じられないものがある。一見 ABS が作動するとは予想されない、乾燥した、舗装路面でブレーキをかける場合にもマンホールの蓋、砂、道路表示、段差のある路面で ABS が作動し、ブレーキペダルが振動することがある。このことで、新車の購入直後に、ブレーキが故障したなどと自動車販売店に、 クレームが持ち込まれる場合もあり、自動車販売店では、車両を販売時に、重要な注意点として顧客に説明している。構造概念図この構造概念図における動作は、次の通り。ブレーキペダルを踏むことによって、液圧発生装置から液圧配管を通じて液圧が、ブレーキキャリーパに伝えられ、ブレーキパッドが、ブレーキディスクに押し付けられて制動力が生じる。 制御装置は回転センサにより、車輪の回転をモニターしており、モニターしている車輪の回転から推定される、減速より低下した場合に車輪がロックして、滑走していると判断し、液圧発生装置からの液圧を遮断、開放して制動力を下げるので、車輪はロックから復帰し再度回転を始める。制御装置は回転センサにより、車輪の回転を把握すると、 再度油圧発生装置からの液圧をブレーキに伝え、制動力を強くする。制御装置は、この一連の操作を数ミリ秒という短時間で繰り返すため、運転者がポンピングブレーキを行うよりも高精度な制御が可能となる。ABS の開発は、欧米の鉄道車両が最初であった。商品名をデセロスタットと称し、その構造は臨時負担に。 小さなフライホイールとスイッチからなる簡便なものであった。動作原理は通常装置は車輪の回転とともに連れ回りしているだけであるがブレーキ時に車輪がロックすると完成によりフライホイールだけが回りその間ケーシングのスイッチを開閉しその動作により電磁弁を駆動してブレーキ用の空気圧を低減するというものであった。 鉄道分野ではこれを機械式 WSP や ABS と呼んだ。同様のものはその後航空機用にも手掛けられ1950年代に登場したダンロップ車のマクサレットシステムがその走りである。このシステムは完全に機械式であり航空機で使用された場合は差したる問題もなく現在でもいくつかの機種で使用されている。電気式 WSP は1964年に開業した東海道新幹線にて初めて用いられた。開発は日本国有鉄道の鉄道技術研究所と新興電機であり同研究所と日本エアーブレーキとが開発していた空圧式 WSP との性能比較試験を制してその後急速に普及した。当時の WSP はコンピュータがなかったため マグアンプ演算方式であり、電磁式 WSP とも呼ばれている。一方、新幹線電車は、その後、トランジスタ演算の電子式 WSP となり、その後デジタル演算式に進化した。強敵な三一弁の ABS としてはキハ183系特急機動車で、初めて実用化され、1995年に、 登場した JR 北海道キハ283系、起動車では4チャンネルマルチモードマルチポジション弁、圧力併用フィードバック、個別制御といった高度なシステムへ発展した。現代では、一般の通勤電車や、起動車などにもフラット防止装置と呼ばれて広く、普及しており、車輪の変摩網抑制や、制動距離短縮、回生ブレーキとの電空強調制御や、 タイムズやインタラスなどの高度な制御伝送装置による編成単位でのブレーキ統括制御との組み合わせなども実現している。日本国内の自動車で初めて ABS が搭載されたのは1969年の開業間もない東名高速道路を走る高速バスに用いられた国鉄専用形式であり新幹線と 同じく国鉄の鉄道技術研究所の開発によるものである。ただし、電磁式 WSP のコストが高かったため、一般には普及しなかった。日本国外の例では、1960年代に開発されたレース用のファーガソン P99 をはじめ、ジェンセニ FF、フォードゼファーの上級モデルである、フォードゾディアックの試験的に開発された四輪。 駆動モデルに搭載されたが、この3車種以外に採用する動きはなかった。ストップコントロールシステムと称された別の機械式の装置をルーカス・ガーリングが開発、販売し、一部のフォードフィエスタへ向け3に搭載している。一方、ドイツのボッシュ社では1930年代から ABS を研究し続けており、1978年に初めて ボッシュ車製の電子制御システムを搭載した自動車が発売される。メルセデス・ベンツ S クラスとトラックに搭載された、このシステムは以前の機械式のものに比べて信頼性も高く、1980年代から徐々に市販車への搭載が広がっていった。ボッシュはその後、ナブコと 合弁で日本 ABS 社を立ち上げ、日本の各社の自動車用 ABS を OEM 生産していった。その流れは現在、日本法人のボッシュ株式会社に引き継がれている。その他、アドビックスコンティネンタルオートモーティブ o 非新工業などが国内有力メーカーである。F1 では、ウィリアムズ F1 が1993年シーズン用に開発した。 ウィリアムズ FW15C に採用されている。1994年シーズンにアクティブサスペンション、トラクションコントロールとともハイテク規制の対象となり、以降使用が禁止されている。ABS は、かつては 4A ソシー、4WAS、WSP、4 w a l b ファインスキッドブレーキなど、メーカーにより、様々な名称が混在していたが、 1990年代頃からは全メーカーが ABS に故障を統一した。今日では自動車や鉄道車両も含め ABS に統一されつつある。当初は制御回路が単純で複数の車輪をまとめて同じ処理が行われていたが最近では4輪それぞれに最適な処理が行われるように進化している。当初の機械式から 電子式の2チャンネル2モード2位置オンオフ弁、速度フィードバック制御へ進化し、近年には4チャンネル3モード3ポジション弁、G 併用フィードバック制御を経て、近年では、トヨタプリウスのような車両で、4チャンネルマルチモードマルチポジション弁、圧力併用フィードバック、個別制御といった緻密な制御システムが、採用されている。さらに、ABS を、VSC や、 TRC、パワーステアリング制御などと統合制御するビディムでは、例えばコーナリング中に車両が急に不安定となった状況を4輪の速度センサーとヨーレートセンサーが感知し、エンジン駆動力とパワーステアリング高くを調節すると、ともに内側の車輪のみにブレーキをかける、ベクタリングなど、総合的に車両の安定性を高めるシステムに発展している。 さらに空転を検知した車輪のみにブレーキをかけて、他の車輪の駆動トルク低下を防ぐことにより、リミテッドスリップデフと同様の効果を得る機構も実用化されている。レーシングカーでは、グループ GT3 のような、名目上アマチュア向けとされるカテゴリーでは ABS が装着されることがある。ABS の故障が統一されていない頃は、おおむね30万円ほどの高価なオプションであったが、 徐々に価格も下落し、現在では工述の義務化もあって広く標準装備されるようになった。国土交通省は2013年8月に国連欧州経済委員会の制動装置に係る協定規則と操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則を採用し、トラックトレーラーバスのすべての車種に ABS の装着を義務化すると発表した。 新型車は2014年11月発売以降のモデルから継続生産車も2017年2月以降から義務化されている。一方、ABS と VSC や TRC などとの統合的な制御が一般的になったためにサーキットなどでは電子的な介入のために成績が伸びないといった欠点も出てきている。例えばサーキットやジムカーナでは 積極的に駆動力をかけて、後輪をドリフトさせたり、パーキングブレーキをかけて、後輪をロックさせて、車両の向きを変える操作が行われる場合があるが、これらの操作の途中で車両が不安定になったと、電子的に判断されエンジン駆動力がカットされ、意図した操作ができなくなる場合がある。このため、高性能車ではこれらの制御を、選択的、 段階的に解除する機構が加えられる場合がある。二輪車用 ABS の誕生以前には、前後輪連動ブレーキが ABS に求められる役割を担う技術として一部製品において普及していた。二輪車においては、ホイールのロックが点灯に直結するため、ABS の恩恵はより大きいと期待されていたが、 四輪車と比較して搭載できる装置のサイズや重量が限られる上、ポンピングをきめ細かく制御しないと軽量な車体を揺らしてしまうなどの制約があり、開発は遅れた。実用的な電子制御式 ABS は1980年代末以降、BMW がボッシュと共同開発した製品を市場に投入したのを皮切りに各社から同様のシステムが 実用化されるようになる。ただしその後長期にわたり、高価な大型ツアラーを主力としていた BMW を除き、その採用モデルはごく少数に止まった。その背景には、ABS の装置自体がまだ高価で重かったこと、熟練したライダーには、機械の助けなど不要とする考えが根強かった、ことなどが挙げられる。1990年代後半には装置の小型化や、 低価格化が進み、ヨーロッパを中心に、各メーカーとも高速な大型ツアラーなどから ABS 採用モデルを増やしつつある。EU 内において、オートバイへの ABS 義務化の動きがあったことから、日本でも、上述の自動車と同様に二輪車についても、国連欧州経済委員会の二輪車等の制動装置にかかる。 協定規則に基づく ABS の装着を義務化すると発表した。新型車は2018年10月発売以降のモデルから継続生産車も2021年10月以降から義務化される。ただし、第二種原動機付き自転車については ABS の代わりとしてコンバインドブレーキシステムを搭載することが認められる。またしも術の欠点により、 オフロードでは ABS が動作すると不安定になる恐れがあることからトライアルタイプのオートバイは義務化から除外される。なお国土交通省は車体に ABS 装置を装着していれば装置をオフにできるスイッチを設置しても構わない方向を明らかにしている。ブレーキを踏んだ時のスピードや路面状況によっては ABS 装着者の方が ABS 非装着者より 制動距離が伸びることがある。例えば、砂利道や、見細ろ、新設の積もった道路では、ABS 被装着車の場合、タイヤをロックさせながら、砂利や新設を押しのけて停止する。そのため、砂利や砂、雪が、タイヤの進行方向に集まり、大きな抵抗となるため、ABS 装着車よりも、制動距離が短くなる傾向にある。反対に、 ABS 装着車の場合、砂利などがタイヤを滑らす役目を果たし、ABS 非装着車に比べ制動距離が伸びる傾向にある。故障が全メーカーで ABS に統一された後も、4和図の商標権は日産が保持し続けており、後に4輪の操打システムの商品名として採用されている。制動装置にかかる。 協定規則並びに操縦装置の配置及び、識別表示等に係る、協定規則の採用に伴う、道路運送車両の保安基準等の一部改正についてホンダ技研工業公式 HP、ホンダテクノロジー図鑑、ホンダアドバンスト、ブレーキシステムヘヒストリーハット EU で、モーターサイクル用 ABS 装備が義務化。二輪自動車の ABS の装備義務付け等に係る、 関係法令の改正について二輪車の ABS、義務化、ON、オフスイッチの装備が、前提レスポンス2015年3月13日、三菱自動車工業、株式会社セーフティドライブ。ありがとうございます。